おさん真実の実にしましょうか。こと。こと、こと、ことをなすこと。我々の生活の矢が現れたり、我々がしたりする字柄、言ったり考えたりする内容、存在形成の問題にする場合に使うこと,こと。ことです。まあ、お金がない人はお金がないっていう事実があるでしょうね。 でも逆を言うとお金がないっていう事実を形成している事柄って何ですかと申し上げますお金がないという事実を形成している事実は何ですかと多分お金がある人よりかはお金について考えてないんじゃないかなとお金について悩んではいるかもしれないけどその悩みの問題を解決しようとしていろんなことに挑戦するいろんなことを勉強するいろんな行動をするっていうことは多分してないと思いますだけど 悩みは多いと思います。だってなんで悩むかっていうと、お金がないからですね。今日の支払いがどうしようと。じゃあ、お金を稼ぐためにどんなスキルがあった方がいいのか、どういうことをやるべきなのか、今時代の流れはどうなのか、どういうことがあるのか。例えば、別にそのなんだ、あ、あのー、なんだっけ、クラウドワークスとかね、クラウドワークスとかココナラとか、いろいろ探せばね、仕事ってあるわけですよ、いっぱい。できることって。 まあ例えばね、久保さんが前言ってましたけど、ただ電話の愚痴を聞いてあげるっていう仕事もあるわけですから、愚痴を聞いて、なんか悩みをただ聞く、でも先生でも何でもなければ、ただ聞いてあげるっていうね、<laughs> <laughs> ただ聞いてあげるというお仕事もあるわけじゃないですか。 じゃあ、そういう仕事をやったのか、調べたのか、知ってるのか、知ろうとしてるのかっていうところで、稼ごうと思えば稼げるわけですよ。だから昔、堀江さんが14、手取り14万のお前が終わってんだよっていう、まあ、それを横展開して柔らかく言うと、知ろうとしてないだけかなと思いますね。その問題解決をどうすればできるのかっていうのは、真剣に考えて、それを実行していく、やりまくる。少なくともやりまくれば、うん、10万ぐらいは稼げると思うんですよね。例えば、自己アフリエイトも、やれば今でも稼げるじゃないですか、ちょっとは。 だからお金に真剣に向き合ってる人、お金を稼いでる僕と久保さんはいまだに自己アフリート案件があればやりますし、僕も先々月ぐらいクレジットカードやりましたけど、セルフバックで。いまだにやってますけどね。あと、みんなの銀行もね、アフリートしましたし、これからもちょっとまたなんか動画撮っていきますけど、今二十何万になりましたけどね。でもなんかやってないですよね。なんかいや、それは、とかね <laughs>。いや。 1,000円でも1,000円稼いだところでどうするんですかとかねなんか何な,な,なんですかねお金に真剣に向き合って考えてるんだったら1円すら稼ぎに行かないと1円を稼ぐ努力はしてるんですかっていう多分1円バカにしてんじゃないですかね <laughs> <laughs> 今日1円稼ぐためにどういうことをやれば1円稼げるのかっていうのを考えて1円稼ぎに行ってます 難しいことですか,1円,をかん ?1 円を稼ぐってどうすれば1円稼げるのかなっていうのを真剣に考えて、じゃあ1円稼ぐためにこれやればいいんじゃないかっていう考えてそれを実行してます今日。多分お金に悩んでる人、俺の、俺の、なんか金持ちはいい,い,いな、みたいなね。俺は金ねえんだと。お金持ちはあだなこと言うんじゃねえと。じゃあすいません、1円どうすかみたいな。1円今日稼ぐために何を考えて何を実行しました もしそれをやってるんだったら多分そういうつばは吐かないと思いますけどね。うん